えー、こんにちは、速化軸の久保でございます、えー、今回ね、あやさちゃんから FX オリガルヒの感想の動画をアップさせて,、えー、ていただきまして、概要欄に貼っておきますけども、あのーあいや、まずはね、ありがとうございますということでございます。で、私のオリガルヒの特徴としては、やっぱりね、こう、日々っていう、まあ、リアルタイムでチャート分析している、まあ、まさに私自身もトレードしている、その瞬間瞬間を切り取ったものがね、 え日日々々更新さされてるんんでですすけけどどもまになねこれを朝深夜昼午後夕方っていう感じで1日にだいたいね少ない時でも3回多い時ではまあ10回近く更新してるんですよね、まあ、ですんで、えー、同じように1時間軸でトレードをしたいなとかねトレードの勉強したいなって方は今何が起きてるのかってことを、まああのー、数十分遅れ1時間遅れぐらいで見ることができるんで まあ、よりリアルタイムに近い、えー、情報発信を受け取っていただくことになるんではないかなと思いますね。えー、もちろん、こういうふうな更新頻度でお送りしてますんで、まあ、例えばね、私がこういうふうな仮説を立てたとして、その仮説が崩れるときも当然あるんですよ。私は予言者ではないですから、チャートのことは分かりません。チャートがどういうふうになるのか分かりませんけども、高い確率でこうなるよってことを、そのまんま後で現実がなぞっていくっていう形を取ることはよくあるんですよね。 まあでも多くの人が将来チャートはどうなるんだろうかなってことをばかりに着目するんですけども実はですね今何が起こってきたのかってこと現状認識をすることの方がもっと大事なんですよなぜならチャートは今日までの今までの今この瞬間までの時間を軸ではチャートは完成してるわけですよねその完成したチャートの解説ができない読み取りがわからないのにこれからまだできてもいないチャートの仮説っていうのはもっと難しいわけですよ ですので私は3段階に分けてお話しております。今まで何が起きているのか。今、どういうふうな変化を起こそうとしているのか。そして、将来はどんな形になっていくだろうかっていうことですよね。ですので私は予言をしているわけではなくて、今までのチャートの形から、どういうふうにこれから変化するのかっていうことを、例えば第1仮説、第2仮説、まあ第3仮説ぐらいまでたまにね、お話しすることがありますけども、そういうふうに、えー、お伝えしております。特にこの2週間はですね、 トレンドとレンジが同時に起きる形なんでどっちなんだろうって迷われる方が多くてトレードに失敗するっていうふうな、ね、例が多かったんじゃないかなと思いますけどもまさにねレンジでもないしトレンドでもないしその中間なんである時は上を叩いて戻っていくんだけども徐々に価格を上げていくよねとその背景には基本的には円安なんですよね。 140円に向かっていく円安が今起きてるんですけども、瞬間的に円高に触れる時もあると。だから迷っちゃうわけなんですよね。まあそういうふうなあ現状。なんで私たちはこのチャートを迷うのかっていうところも、皆さんに、まあ分かりやすくね、お伝えしてるかなというふうに思っております。まあ私のエフェクスオリガーリの、えー、まあテーマといいますかね、コンセプトは、とにかく、 自分オリジナルの手法を排除してテクニカルに徹することこれが一つ目そしてなるべくたくさんのデータを使うんではなくて逆に絞り込んでいってでカバーできないところも捨てるもう最初からただ勝率は5割以上に持っていけば資金減らないわけじゃないですかだからね大振りせずにまあ51対49で勝っていくってことですよね だからちょっと力をつければみんなプラスに転じることができると思うんですよ。で、実際はもっともっと大きく勝てるようにはなると思いますけどね。うん。それから3つ目は分かりやすく伝えること。ね。ここでしょうね。なんか説明聞いたけど何だったんだろうと。自分の理解力がないのかしらっていうふうに思わせるんではなくって、あ、そういうことだったのか。今まで分からなかったことがはっきりしたよ。とかね。それから、あ、ここは久保さんでも分からないんだ。 だから自分でも分からなくてもしょうがないんだ。ここは考えなくて後回しにしようと。今は固められるところを固めておこうというふうな、そんな形ですかね。やっぱりね、段階がありますからね。いきなり難しいところは分かりません。もう100人中99人がロスカットを食らうところでは、ちゃんとロスカットを食らいましょう、そこは。力量に合ってないんで。でも100人中99人がやればできることは、それはゲットしていきましょうっていうのがね。 まあコンセプトの一つでございます、はいえー、今回も、あやさちゃんからのね、えー、感想動画を送っていただきましたんで、まあ、無理ないようにね、次回も何か気づきがあれば送ってください。またですね、こんな風にやってくれたらもっといいのにっていうような要望がありましたら、それも私が自分自身を鍛えるため、オリガルヒのレベルを上げるために活用させていただきますので、まあ、全部がね、すぐに反映できるかどうか分かりませんけども、ご要望を上げていただきましたら、そしてご不満などありましたらね、 全然そういうのも答えていきたいと思いますんでよろしくお願いします。えー、一部、えー、いただいた質問に関しましては、FX オリガルヒのコーナーの中の Q&A ですとかね、それから講義っていうところのいずれかに掲載することがあると思いますんでよろしくお願いします。それでは失礼します。